開館当時の三重県立博物館2007年以降、閉鎖中の三重県立博物館、三重県総合博物館は、三重県津市の三重県総合文化センター前にある、公立の博物館。三重県立博物館として1953年6月に、開館した。博物館の建物が、耐震基準を満たさないため、2007年10月10日より、展示室を閉鎖することとなり、 2011年1月から2014年にかけて、三重県総合文化センターの隣接地に新しく、博物館が建設され、同年4月19日に現名称で再開館となった。なお、前述の展示室閉鎖より再開館までは、三重県内各地で、移動展示、博物館教室、フィールドワークなどを実施していた。愛称は、一般公募1 6 1件から、 三重無が選ばれ、イメージカラーは、オレンジとなっている。三重県総合博物館は、津市郊外にある、三重県総合文化センターの隣に、鉄筋コンクリート作り3階建て、延べ床面積1万800平方メートルの、博物館として開館した。三重像の巨大骨格を主な呼び物とする。テーマに、三重が持つ、多様性の力を掲げ、三重県の自然、歴史、 文化を紹介する展示コーナーに加え、交流学習スペースを設けられる。博物館の機能に加え、公文書館の機能を有している。入館者数の目標値は初年度が24万3000人、5年目が15万人となっているが、これでは人件費2億円を含む管理運営費4億5000万円を入場料収入ではまかなえないものとされている。 また総工費は当初120億円と見込まれていたが、三重県総合文化センターとの間にわたり、廊下を設置するなど計画外の費用が必要であることが判明しているほか、工費の7割を交際で補う予定であるなど、開館にあたっての課題が多い。三重の自然と歴史、文化をテーマに掲げた公立の博物館であった。博物館は3つの展示室からなっており、 裏庭には、石質のある古墳が復元され、見学することができた。入館料は、大人40円、高校生及び大学生が30円であった。研究面では、自然科学部門と歴史考古部門からなり、海洋生物調査を多く行い、三重県鳥羽市の鳥羽水族館と密接な協力関係にあった。主なコレクションに、ステゴドンパラステゴドンの化石や三重県産の 海洋動物、上野市出身の津井佐之助の植物標本、約2万点があった。1953年6月に、東海地方発の総合博物館として開館。建物は、本館が、鉄筋コンクリート2階建て、事務館が、木造平屋建てで1952年11月に、着工、1953年6月4日に竣工し、 公費は2281万円であった。当時の日本では私立の博物館が中心で公設の博物館は全館数の4分の1にとどまり、開館時点では珍しい存在だった。戦後の早い時期に開館した背景には三重県民で自然史研究に関心を持つ人が多かったことがある。初代館長には 元、三重県教育長の梅田育太郎が就任し、7から8人の職員で運営された。初期の収蔵資料は、2年かけて集めた約7000点の、三重県に生息する、生物標本を基礎としていた。急ピッチで建てた建物であったため、1974年には、老朽化が問題視され、津市大谷町の三重県立大学水産学部跡地への、 新築移転計画が進められていた。また、開館した時点で、博物館の小ささが指摘されていた。ただし、移転計画は、三重県立美術館の新設に変更となり、博物館は現在地に残った。2007年10月に、耐震基準を満たさないとして展示室を閉鎖する。新しい三重県立博物館の建設を目指す動きは、 県立博物館の開館から33年経過した1986年2月に三重県文化審議会が答申した三重県における博物館構想が始まりである。その後1994年3月には三重県センター博物館建築基本計画が策定され建築が進むかに見えたが1997年に三重県知事に就任した。 北川正康は、県立博物館を含む、箱物の建設を凍結する方針を示し、1998年3月に、計画は、白紙撤回された。2002年11月になると、博物館整備プロジェクト会議が発足するも、なかなか議論は深まらず、2005年3月になって、現在の県立博物館の改修を盛り込んだ、三重県立博物館整備にかかる、 当面の方針が発表された。しかし2006年10月に回収費用が17億円かかることが判明すると、回収計画は撤回され、計画は再び頓挫した。2007年2月、野野昭彦が三重県知事選挙の公約に新県立博物館の整備を掲げることを表明、同年4月の統一地方選挙で三重県知事に当選した。 野呂知事による博物館整備推進と2007年10月の現博物館の展示室閉鎖により新博物館計画は大きく前進し2008年12月には新県立博物館基本計画が出来上がり2011年1月に着工した2011年4月の三重県知事選挙で鈴木秀隆が当選すると あらゆる事業が見直し対象であると表明、三重県立博物館に関しても再検証をすることになった。事業続行、計画縮小、博士課のいずれを選択しても当初事業費を超えてしまうという難しい状況であったが、同年6月3日に鈴木は三重のアイデンティティの創造と継承、子供の成長に重要な役割を果たす機関であるとして、 運営費の2割減など7つの条件をつけた上で建設の続行を決断した。開館に先立ち2014年2月26日に県内の三重大学及び工学館大学と共同研究や人材育成の協定を締結した。学芸員の資格取得を目指す両大学の学生のインターンの受け入れや工学館大学佐川記念新透博物館との間で 収蔵資料の交換、展示が検討されている。三重県総合博物館の開館を前に2014年4月18日に約600人の出席のもと、開館式典を挙行した。翌4月19日午前9時に正式に開館、前日夜から並んだ人を含め300人が列をなした。三重県総合博物館、JR。 近鉄、伊勢鉄道津駅西口より。ありがとうございます。